はい、かんチャンネルです。今日はですね、ロンドンで魚を飼いたいと思います。もちろん魚がね、食べたい飼いたいっていうのもそうなんですけど、今から行くお魚屋さんにプリヒル姉さんという、どうやら日本人界隈で名を馳せている有名なお魚屋さんのお姉さんがいるということで、ちなみにプリヒル姉さんのインスタグラムはこちら。すごい有名な方ですよね。ということで、いろいろなね、お魚の相談にも乗っていただけるんじゃないかっていうのと、ちょっとお会いしてみたいということで、そのお魚屋さんに行きたいと思います。もうさ、海外に来てからさ、私は魚といったらサーモンしか食べてないですね。なんかサーモンしかわからないんですよ、お魚が何買ったらいいのか。プリヒル姉さんはね、日本でもお魚屋さんで働いてて、でロンドンでも長くね住んで働かれてるっていうことなので、もうお魚屋さんのスペシャリストなんじゃないでしょうか。ちょっと会いに行ってみたいと思います。とフィッシュモンガー、こちらのお店ですね。ちょっと入ってみます。おー、すごい、お魚がど真ん中にあります。メニュー、ちょっと分かんないけど、こんな感じ？おー、すごい。ここ見てください。あなたは肉だけシリーズ。サバみりん干し、ゆで箱、アジ焼く、塩焼き、その他干物など、冷凍ストックされてる。きっちり閉めてください。よろしく。絶対プリヒル姉さんですよね、これね。今日はコラボ魚、ターボット、唐揚げありますね。今日は揚げ物の日らしいんですよ。美味しそうな3ポンドで、アジの、何だろう。淡水魚はフレッシュウォーターって言うんですけど、はい、フレッシュウォーターの淡水魚がちょっとなんだろう、個体差があって、はい、ちょっと癖のあるものが結構多かったりするんで、海水魚のやつは、はい、ほぼほぼそんな変わった味のもいないので、あの臭みもなし、そんなに癖もなく、よっぽどアメリカの方のと魚とこっちの方で取れるものが全然違うんですね。でもそのアメリカの方のあのインスタとか、あとお魚屋さんとかを私も一応勉強でフォローしてるんですけど、はい、見たことないのいっぱいあるんですけど、そんなに変わってるだろうなっていう味のものは見かけないんで、あのとりあえずその海水魚であれば、なんで店員さんに海水魚か、あの淡水魚か聞いてもらって、海水魚であればほぼ間違いないと思います。ありがとうございます。これは何ですか？イワシですね。これイワシのやつですね。これは何ですか？これはこれですね。あ、これがあれですね。高級魚ターボット。すごいでかいエビですね。ゆず味噌。ゆず味噌。あたりでしょうか。なるほど。あ、これですね。そうですね。うわ、美味しそう、これ。うわー。よいしょー、帰ってきましたー。いや、ピルヒル姉さん、めちゃくちゃ丁寧に魚のこと説明してくれましたね。あの後ね、いろいろロンドンのおすすめスポットとかを教えてくれて、本当に親切な方でございました。ありがとうございます。ということで、あなたが焼くだけゆず味噌。コリーという魚らしい揚げ物をね、2つ貼ったんですけど、じゃん！こちらは、なんだっけ？高級白身魚の唐揚げ。これはね、すごい油が垂れてる。ジャンボエビフライを2本買いました。この2つは温めて、あなたを焼くだけを焼いてきまーす。はい、このまま焼いてくよ。焦げたらなんかあれだから、ちょっとクッキングシートを引いてみた。魚にはご飯ってことでね、ご飯も炊いてまーす。ちょっとひっくり返したらなんかコロってなっちゃった。でも美味しそうな香りがします。はい、できました。じゃーん、あなたを焼くだけコリーゆず味噌味。こちらはね、あの揚げ物を温めました。美味しそう。それで炊きたてのご飯です。いただきます。なんか抹茶色の食卓になっちゃいましたが、じ
茶色いのが一番美味しいですからね。わー柔らかそう。ちょっと待って、お米。めっちゃ美味しい。なんか調べたらコリーってタラみたいな、あのミッシュ&チップスのコットみたいな魚なんですけど、ふわふわでね、身が脂が乗ってて、タラの銀だらの西京焼きみたいな、ゆず味噌も効いてて美味しい。なんかもう一気に日本感じてる。高級デパ地下で買った銀だらのステーキを漬けって感じです。はい、続いて揚げ物。絶対に一応レモンね、大好きなのでちょっとだけ絞ります。これなんだっけ、高級白身魚の花火。全然臭みもなくて日本っぽいですね、本当に。この巨大エビフライすごいんだよ、これすごいでかいですよ、ね、見て、手のひらよりでかい。この太さよ、プリプリです。どれも本当に美味しいんですけど、やっぱりこのコリーのあなたは焼くだけ、ゆず味噌漬け、もうめっちゃ美味しい。これはね、日本です。日本の高級デパ地下です。待って、今ですね、ピルヒル姉さんから、なんと YouTube にコメントがありました。どこかの平日、お店にもう一回お越しになりませんか。お魚の英語での注文方法や表現など動画撮りませんか。過去宣伝のためでは全然ないです。ニューヨークからご視聴の方々にも役に立つかなと思います。行かせていただきます。プリヒル姉さん、なんてお優しいんですか。ニューヨークの私の YouTube の視聴者さんのためを思って、こんな YouTube のネタの提案までしてくださいました。確かに、でも海外での魚の頼み方ってそもそも結構専門知識いるし、英語を話せなきゃいけないし、すごい難しいですよね。これは役立つかもしれない。ということで皆さん、こうご期待。プリヒル姉さんのところに行って魚の頼み方、英語での表現の仕方を取りたいと思います。あとこのお魚たちはね、噛みしめながらちょっと食べたいと思います。はい、ということで皆さん、今日も動画を見てくれてありがとうございます。この動画が少しでも面白いなと思った方は登録&いいねをお願いします。コメントもお待ちしてます。では今日はこの辺でバイバーイ。おー、日本の調味料も置いてあります。